こんにちは、ナミさん。今回は結構面白いね、あの、足の好みということで、まあ、女の子の足の好みということでね、お話しいただきました。うん、私もこの話題っていうのはね、うん、なんかすごく言いにくいんですよ。でも、まあ、こうやってね、YouTube でナミさんとの中だから言えることがあるかなと思いますので、今回もお話しさせてもらいたいと思います。えというのが、まあ、あの、TikTok をはじめとする YouTube ショート動画で、まあ、女の子がね、あの、いろんなこのダンスパフォーマンスをする中で、 ほんとこ長い足をねこう本当にこう見えるか見えないかでこうちらつかせるミニスカートとかでっていうのは結構出てくるんですよねいや恥ずかしながらちょっと目を引いてしままう部分がありますそれに対して罪の意識を持ったり持たなかったりと,ところも正直あるんですけどもいやこういうのを見てね女性からしてどうなのかなと例えばまたなんかあのエッチな男の子の視線を集めようと思ってこんな動画出してはしたないっていう風な同性からの意見があるのかなっていう 思いも半分あったりとか、うん、結局男性に媚びてんじゃねえよみたいなね女性からの反発があったりとかもあるんでしょうけども女性から見てもねわあすごく綺麗な足可愛らしいとかかっこいいとかねそういう風な感覚もあるんだろうなと思います。まあ奈さんの方はねその素直に同性でも何でもこの綺麗なものは綺麗だっていう風に判断できるんだろうなと思いますしまあ美さん自身の好みのね このスタイルってもうあるんだなっていうのが、もうお聞かせいただいてよかったなと思います。まあそっからね、私は思うんですけども、じゃあ、男としてはどうなのかなと男性は何を見せればいいのかなと思ったら、私の場合もね、男性のね、ショート動画結構見るんですよ。それは何を見るかっていうと、これですね、腕ですね。特にね、中国武術のショート動画っていうのは私のところにいっぱい出てくるんですけども、いや、あの、腕のね、形とかね、動きの速さとかね、むちゃ憧れますね。この、ブリッと。 出した腕とかそれから中国武術のの場合はいい二の腕くらいしか出てないんですよ西洋っていうのはこの辺ムキムキを出しますけども中国武術ってそもそも筋肉の力で相手を倒すとか防御するってよりもあのまあ何て言うのかな大地なんですよ。地球と一体化することによって地球のエネルギーを相手にインパクトとして伝えるんで実はねゼロ距離射撃っていうのがあるんですよ。通常ボクシングとかではこう パンンチを出すすにに、うん、バックスイングっていうのが大事になってきますねそっからの距離であと腰をグイッと回してから、ね、バスンと入れる部分があるんですけども中国の武術って年齢を重ねてもね筋肉とかに頼らない、えー、格闘スタイルをとってますんであの1インチとかね本当十10センチぐらいしか距離がないのに相手をノックアウトするパンチがあったりとかゼロ距離って言ってねもう相手と密接した状態ピタッとくっつけた状態でハッとね気合を込めるような感じでもう全ての 地球のエネルギーをグンとね足の踏み込みとかによってそのタイミングによって伝える方法があるんですよ。ですんで動画見てるとこれレンガとかがあってねここに拳を当てて当ててですよ当ててフっとやるとパカンと割れるやつっていうのは結構あってこれは私も分かる感覚なんですよ。 あの昔堀部誠司さんっていうね格闘家の方がいらっしゃって当時は格闘家とは言いませんでしたけどもあの投資っていうのがあるんですよ投資って何かっていうと体の中に波を起こすすんですよねこう波を起こしてその波を全部集中させてこの拳に伝えることによって打ち抜いていくみたいなね当時はちょっと信じられなかったんですよ当時は私はもう空手をよくやってたんでとにかくこの。 スイングがすごくね打撃にすごく大事だということとあと筋肉を鍛えていくことやそれから鉛筆、まあ、とかねあのこういった角をこうぶち抜けることによってうー、まあ、大きなインパクトを対象物に与えてノックアウトするとか対象物を破壊するみたいなところだったんですけども昨今の中国武術のねあの奥義っていうのを知れば知るほどなんですけども。あの ヨボヨボの老人でもねムキムキの、あのー、なんせ20代30代の格闘家をバカンと倒すことができてしかもその動きがすごくの呪いよようなな速さなんですよこの表現が難しいんですけどももう水のようですよね向こうからいろんな仕掛けが来てもそれを水のようにかわして変幻自在にこう相手の攻撃に対して交差法って言ってねカウンターを食らわしていくみたいなね それがね本当に美しいなと中国美術すごいなと思いましたやっぱり中国っていうのは格闘術がすごく昔からありまして武器に対してどう戦っていくかとかね場合によっては10対0とか30対0とかあ違う10対1とか30対1とか50対1でも戦う方法っていうのがあってですねそこが魅力であるんですよねこれ具体的に言うと戦う相手が何人いようと 実際に拳を交えるのは一人っていう風な形でやっていくんですよね。というのが目の前に自分の敵がいたとして相手が何人いようと同時に襲ってくることは不可能なんですよね。だったら目の前で戦っているその一人を盾にしてその人物の脇からね攻撃を出すこととかそれからその戦っている目の前の相手を盾にすることによってねもしくはそれをぶん投げて武器にすることによって 状況を打ち抜いていくっていうんで1対多数の方が実は1対の1人の方が有利だっていうふな考え方のもと戦術が組まれてるんですよね。うん。いや、すごく楽しいですね。うん、楽しいけどこの体はちょっともうやっぱり動かないんで、うん、激しくはいけませんけどもね。うん、でも、牧人とともに今日も修行に励んでますよ。はい。まあ、余計なことも言いましたけども今日も動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。<laughs>